帝国実況のパート20を始めていきたいと思います。パート20までいって崩壊編が 36%、追走編が 30% なのでやばいなこれやばいなこれいやまあ 100% なるまでやるつもりなんですけども、パート20までいってまだ 50% にも到達してないから、これもマジこれ下手したらパート100いくんじゃねえのこれワンチャンありそうだな。今同時並行で進めてるウミネコロナクロニ のあっちのゲーム実況 の進行ペースもめちゃくちゃやばいんですよねあれいやウミネコもパート100超えるのがほぼ確定してて、この13騎兵防衛圏これもパート100いきそうだな。いや俺今までゲーム実況した中でパート100超えたゲームないんすよね。確か最大でもねパート50とか60だった気がする、428っていうゲームで。いやそれをはるかにダブルスコアぐらいでね2倍以上で超えるってのはマジやばいっすねまあ神ゲーなんでいいんすけどね、ゆっくりやってきたいです。さあやってみましょう。追走編、さあどっちかやろうかな、崩壊編追走編、まあ、まあ一回崩壊編やるか。ウェーブ8、いや追走編からやろう。やっぱ忍びりょうこちゃんでいいかな、 12% 一番低いから。よしりょうこちゃんやっておこう。今12人解放されてて、あと1人ゴート先輩だけまだ出てないんですよね一番最後に解禁されるってことはね、まあ、かなり重要なんじゃないですかね、きっとストーリーが。さあやっていきましょう。忍びりょうこちゃんの声優、なんだっけ、あれなんですよ、鬼滅の刃のあれなんですよ、古町忍さんなんですよね。意識が戻ったわね。さあ保健室、1985年、ここがどこかわかる、質問に答えて東雲さん、今は何年。1985年。最後に何を覚えてる。426に逃げられた。426に逃げられた、必ず捕まえる。そう、分かったわ。この森間先生のリアクション的に多分間違ってるんじゃないですかね。あれなんかさ、画面が歪んでんだけど何これノイズ走ってんだけど、そういう演出か。めっちゃ弱々しいなこの歩き方痛々しいね、走り方も痛々しい。もう相当体が蝕まれてんじゃないの、何に蝕まれてんのか知らないけど。体の具合はどう。頭が痛い。精密検査をした方がいいわ。精密検査、単なる時間酔いよ。神経、時間酔いって何やね。転移は控えるべきね。薬持ってるわね、ちゃんと飲みなさいこれ薬がマジでちゃんと飲んでいいやつなんか分かんねえな。これで少しは楽になるはず。戻らなきゃ。時間移動はできないわ。侵略が始まる前に騎兵を直さなきゃ。騎兵を直す、止めても無駄よ。私は戻って奴を追う。止めてるわけじゃない、今ゲートは使えないの。落ち着いて。侵略者は2060年に現れ、あ、ゴート先輩来た。世界を滅ぼした私たちを追ってここにも彼らは来る。私たちを追って彼が来る。なんで追いかけてきてんだ。転移の時間座標は40年単位で固定されて。あ、40年単位なんだあれ。自由自在の時間力。ああ、なるほどですね。なんで40年単位なんだろう。頭痛がひどくなった。少し強い副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心して。大丈夫かい。誰。誰。森村先生、まだ彼女に無理をさせるのですか。残念ながら。なぜ時間移動が。何者かにゲートを封じられた。調べてる最中よ。ゲートの封鎖、
そんな真似ができるのは426、おそらくあいつだけ。ゲートを設置した426だけど、いや沖野くんとか BJ とかもなんかできそうな感じあるけどな。世界を滅ぼす最悪の元凶だ。426を捉えねば。まあ、426と侵略者は別物なの？じゃあ侵略者って怪物のこと？426はきっと誰、適合者全員のリストが欲しい。もちろんこの時代の人間。検討してみる。検討する必要はない。奴を捕まえなきゃ。片っ端から生徒に聞いて回ってほしいの。分かったわ。机の上にファイ。全員ではない。森間先生が乗り気じゃないね。学校に在籍する適合者よ。適合者？適合者ってのは騎兵の適合者のことかな。騎兵搭乗者となる資質を持つ人間は未来の情報から判明して。未来の情報？粒が大きくだけど、粒が大きくて飲みにくい薬。このジトネ可愛いね。これ頭を押さえてるポーズめっちゃ可愛いな、リョウコちゃん。会話。あなたは同じ2年の。同じ2年。君をサポートするように言われている。君の相棒だ。よろしく。相棒。彼の情報が。できるだけ早。そいはいらない。いいえ、危険よ。ここは2006、ルールは守ってもらうわ。2065年じゃない。ゴート君、頼みます。わかりました。これか、適合者をここに集める計画。私を含めた女子4人。女子4人。 B 組に冬坂とキサラギ、 C 組は薬師寺。女子の適合者は全員1年生だ。てかさ、めぐみちゃんもさ、まあ、騎兵のパイロットではあるんだけど、めぐみちゃん編でさ、めぐみちゃん自身がさ、騎兵に乗るような演出というか展開って全くないよね、今のところ。あのあとどうやって騎兵に乗るって流れになるんだろうな。今のところ全くそんな流れはないんだけど。女子のファイルしかないけど。それしかここにないわ。男子についてはゴート君が把握してる。彼に聞いて。リストがない。男子の女、男子適合者が誰か教えなさい。教えなさい。でもその前に聞かせてほしい。教えてとかじゃないの。君はどうしてそんなに426を憎んでいるのか。正気、世界の命運がかかってるのよ。そうとしても必要以上な彼への憎しみを感じる。426ってのはなんか関ヶ原エイト君らしいね。エイ君らしいね。426を憎む理由ぜひ聞いてみたいね。いや、ゴート先輩マジどこの年代の人間なんだろうな。奴が騎兵を狂わせたせいで私の町は灰となった。彼なんて親しげに呼ばないで。426は人間じゃない。未来で作られた人工知能よ。え？関ヶ原 A と名乗って。え、本当に？本当に？人間じゃないの？え？未来で作られた人工知能？あれ？え？あの時の A 君って人間じゃないの？え？本当に？本当に？本当に？そう、超重要、衝撃的な情報なんだけど、本当？なるほど。本当？本当？426の写真だ。関ヶ原 A と名乗り潜伏して。え、A 君人間じゃねえのこれ？いや人間だろ、絶対人間だろ。AI じゃねえだろ。侵略者に対抗できない。普通人間じゃねえの。さあ、男子適合者を教えなさい。426が接触しそうなものか、すでに接触したものがいるはずだ。いるはずだ。壁の時計だともう昼休み。
彼らは食堂にいるんじゃないかな。行ってみよう。昼休憩、桜高校学生食堂。焼きそばパンの争奪戦しとるぞ。リストがないため、男子の情報はゴーとレンヤが知っている。仕入れ先のパン屋が人気店らしく、昼休みはいつもこの状態だ。篠宮君、昼食は済んだのかい？食欲なんかないわ。篠宮君、食欲。篠宮君、メガネ食いってしてんなこれ。さあ誰がいるのかな。とても割り込めそうもないわね。すげえ、ほとんど男子やん。とても割り込め。 B 組に不審。いや、女子生徒は後だ。男子適合、それで適合者はどこにいるの？パッと見た限りいないようだね。頭が。あ、網口くん来た。とても悪い。あれ、篠宮先輩。篠宮先輩知ってんの？現れた。ちょうど探していたんだ。もうダメ、頭が割れそう。彼は網口柊、お探しの一人だ。頭抱えてるポーズがめちゃめちゃ可愛い。これ飲んだ方がいいのかな。なんかあったんですか？照れ、なんで照れた。あれ待ってよ、とか冷静に考えればさ、冷静に考えればさ、篠宮涼子ちゃんは伊田先生のことが好きで、で網口柊君は一応伊田哲也のはずなので、っていうことは思い人だよね、冷静に考えて。426席が4。なんかとても、見てないな。そう、本当に見てないかな。あ、パン変えた。助けが必要かな。助けが必要かな。あの時は結局役に立てなかった。焼きそばパン買いに来たのか。助けに来てくれたのは感謝してるよ。どこ行くの？奇妙な感情。彼が女の子と仲良さそうだと胸が締め付けられる。まるで、いや気持ちいい。あ、ゴーズ先輩は目が取った。彼にバカバカしい、そんなことあるわけがない。え、ちょっと今眼鏡取ったゴーズ先輩めっちゃイケメンだったんだけど。それではどうしようか。ん？でどうしたらいいの？とても悪い。どこへ行く気だ？女子適合者を当たる。え、ゆきちゃんも適合者だよね、普通に。適合者はどこにいる？女子適合者リストの写真で確認しよう。お、なんかミッションができた上に。
ってこなくてもいいのに。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。君の把握している情報を教えてくれないか。より協力するために。何をじっと見てひどい姿って思ったんでしょう。確かにその傷だらけの細腕からあの荒々しい騎兵の戦いぶりは想像できないな。荒々しい本当の現場で、ね、戦いぶり。森村先生を手伝っていた。それでは敵が奴の接触、周りにはキサラギトミ頭がスキスキ。またキサラギさん、ちょっといいかしら。あ、コウト先輩、何かご用ですか？あれ、ミヤコって めっちゃ質問攻めしてるよ。なんというか。先輩は。ループした。くわ。困った。面食いやな。美和子。つか美和子ってシュウ君のこと好きなんじゃねえのかよ。あなたかな。仕方した。好みの女性のちょっとどうなってんの？なんでそんなことやってるの？あんた逃げた方がいいよ。ん？どうした？何かあったのか？別に何も。美和子、ほら行こう。どこ行く？逃げた方がいい。逃げる？なぜ逃げないって。それでは。あ、めぐみちゃんにおるやん。薬師寺、薬師寺さん、ちょっといいかしら。何か用でも、何か用なんでや、なんだ、急にこういう人を見なかった。426でしょ。あ、知ってんの？え、知ってんの？何度も聞いて覚えてしまったわ。森村が教えたのね。その様子だとやはり14番に乗るのは難しそう。14番、もうダメ。ああ。頭が割れそう。てかみんながむしろ篠宮涼子ちゃんのこと知ってるんだね。これで少し14、ああ、ちょ待って、もうちょっと後にしよう。改装すんの、あの改装するしかないのか。コウト先輩よ。本当だ、やっぱりかっこいいよね。聞いた、生徒会役員選挙会長候補でしょ。え、すごい、頭良くて容姿端麗、憧れだよね。モテモテやん。この中に14、やっぱりょうこちゃんにはなんか重大な記憶の欠陥が起きてるっぽいね。どうやら海藻岸島重工騎兵格納庫。あ、誰だ。あ、森間先生とめぐみちゃんか。あなたが持ってきた14番よ。回収できてよかったわ。なんでめぐみちゃんもいんだ。
四季島の大型格納庫にギリギリ入ったの。ここまで運ぶのも大変だったのよ。あの事件以降発見できた騎兵はこの14番で3機目よ。新型は前期行方不明。新型12番も見つかっていない。12番が沖野くん。沖野くんって元々パイロットだったんだ。沖野くんに対してはくん付けしたね。てか森村先生、ここだと保健室の先生の格好してんだな。騎兵は治ったの。システムが侵されて修復はかなり。システムが侵されてどういうこと？その上ハッキングされたの。彼に騎兵の制御を抑えられては。彼426を捕らえねば。その子は何？ああ、紹介するわね。薬師寺めぐみさん。どうも。2025年の適合者よ。2025年。あ、行っちゃったよ。最悪の場合、彼女があなたに代わって騎兵に乗る。何ですって？最悪の場合？そんなの認めない。その体調では操縦は無理よ。この14番は伊田先生が私に選んでくれた私の騎兵よ。私の愛機よとか言って。あ、怒った。めぎみ怒ったぞ今。そんなに乗りたいなら重量の代わりに戦えばよかった。喧嘩した。もっともあなたもこんなやりとりさ忘れてしまうんでしょうけど。薬師寺さん、忘れてしまう。あ、終わるんかい。いや、めっちゃルート分岐してんじゃん。あれ、ゴート先輩まだ出てこねえ。そうそう出てくるかなと思ったんだけど、まだ出てこないんか。どうしようかな。まあいいや、他編ちょっとやるか。ウェーブ8。地上小型怪獣ワーカーが異常出現。ワーカーってなんだっけ。高みは攻撃隊に加える。ターミナル防御率を 60% 以上に保つ。ユキちゃーん、ユキちゃんを攻撃隊ね。ワーカーまあ多分ちっちゃいやつ。アリンコみたいなやつかな、多分。アリンコみたいなやつは多分あれだな、第3世代機、あ、第3か第2世代機でミサイルぶっ放すわ。余裕で勝てるだろ。うん、こんな感じでメンツでいいかな。まあ、第一世代機一体がいた方がいいか。あ、でもいいや、多分大丈夫やろ。レッツゴー。5月27日午後6時38分。お、めぐみ23号機じゃねえ、14号機じゃねえぞ。千尋。千尋ちゃん、すごい。何者なの？森間先生です、多分。あ、このちっちゃい虫みたいなやつがワーカーって言うんだ。戦車より大きいが、騎兵の相手としては小さくて狙いにくいな。ワーカー。ワーカー。汎用作業用マシン。あの4本足と連結して。いや、てか人間よりも全然でかいやん。クレーンと連結する。全員女。セントリーガン設置しまくろう。これセントリーガンバカクソ強いんですよね。まずガーディアンがおとりになるんで、セントリーガンの目の前に設置しよう。で、どうしよう。長距離ミサイルでもぶっ放しまくるか、適当に。気合いを
どうしようかな。これジグ揃えたいな。あ、待って、ワーカーめっちゃ足速いやん。ワーカーめちゃめちゃ足速いやん。EP 足りないな、回復すっか。タレンソロケット砲。痛い痛い、こう意外と痛い、意外と痛いな。うわやだ、気持ち悪い。めっちゃおるやんけ、めちゃめちゃいっぱいいんだけど。ははやばいやばいやばい、どんだけいっぱいいるんすか。多分これマルチロック見せるのが、うわやべえ、何これ。しかも意外とこいつら硬えな、意外と硬いねこいつら。いやもうバチ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 いってる。バチ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 いってる。やべえ、痛い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 、死ぬ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 。やばいやばい、意外とこいつは強え。ちょ HP 回復しよう。ワーカー意外と硬いんやなこいつら、思った以上に。あ、待って待って、これワーカー以外 いるな、これよく見たら。なんだ、まあ、なんかロックオンされてたな。あ、ツインテールか、なんか今シールド貼らしたような気がしたな。こうシールド貼られたら硬くなるんだよな。やべ、やべえな、処理落ちしてる。処理落ちしてんだけど、なんか処理落ちしてんだけど。ちょ、ガーディアン設置すっか、適当に。うわ、すっげえ吸い込む、吸い寄せられてる。うわ、やっべ、気持ち悪い。気持ち悪い。なんだよこれ、やばいやばい、えげつね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 え。セントリーガンをバカクソ設置しまくろう、アホほどに。俺セントリーガンゲーなんでね。うわー、おいおい、空飛ぶやついいんじゃねえかよ。てかワーカーだけじゃねえ、全然やべえなこれ、全然ワーカーだけじゃなかった。これで飛んでるやつ、いやー飛んでるやつ倒してえな、あれどうにかして。一回イソプラズマ EMP で。さあどうする、これ空飛んでるやつ倒してえな。あーロックオンできねえ、これわかんねえ。あ、いやいや、ハイカット、うわハイカットいいんじゃねえかよ。ハイカットやばいな、ハイカットあかん。いやハイカットマジやべえ。ハイカットを早く倒さないとな、どうにかして。よし倒した、オッケー、ナイス。ガーディアン、ガーディアン適当に設置するか。敵が硬いな本当に。うわあっちにもいいんじゃねえか、ハイカットマジかよ。よく見たら、仕方ない、ゲロビで頑張って倒すか。ゲロビ、いや全然効果的じゃねえな、これやべえな。ユキちゃんに行ってもらうしかねえなこれ。いや遠いな、しかも恥やんけ。
ガーディア設置しまくろ。やばい、ゲロビ撃たれてる。ゲロビ撃たれてんだけど。あ、お前か、シールド野郎。そこにおったんか。よし、あとはハイカットだけか。頼むぜ、ゆきちゃん倒してくれ。いや、ゆきちゃんいてよかった。これゆきちゃんいなかったらマジやばかったな。ゆきちゃんいなかったらマジやばかったな。これよし、これとどめやな。オッケー。いや、気持ちいいなこのゲームマジで。掃除した。よう頑張ったわ。イージス起動、周囲2キロ。イージスが起動した。街に被害は出たけど死傷者はいない。不良仲間と生きてた頃はよ、こんな街吹っ飛ばしてやりたいなんて思ってた。ロボでドンパチやって本当に怖いしちまう。ロボでドンパチ。あなたは町を守るために戦ってる。これは仕方がないの。うるせえな。お前みてえのにゃわかんねえよ。滅ぶかどうかの瀬戸際に無駄な感情で煩わせないで。ああ、滅ぶかどうかの瀬戸際。ちょっとユキちゃん。悪かったよ。やりきれなくって。今時こんな荒々しい女の子っているのかな。まぶいね。確かに。さあ MVP は誰かな。あ、トミだった。いや、だからトミ MVP 率高いな。みんなは守らなきゃ。別にそう言うんじゃないし。OK、スランク。輪島の子分たち。おお、めっちゃ入手したな。よし、このまま次のウェブ行っちゃうか。飛行型掘削機ドリルフライが出現。飛行型だから。まあ、あれだな、第4世代機とかがいいかな。よし、このメンツでいいかな。行こう。私の騎兵、とっくみ合いしたら押し負けるぞ。弱いんじゃねえのか。押し負ける。やば、600トンが飛んでんのか。だけど機動力はすごいぜ。それにユキちゃんのは足も強いだろ。
かかとのスパイクは強力なパイルバンカーで高圧電流を放って相手の内部も破壊する。だが出力が高いため連続使用すればすぐに攻撃できなくなるぞ。私は諦めない。さあ出てきました。何ができた。行ってこい、ゴート。うわ、ドリルなんとかおるやん。爆弾はおる。爆弾はおる。やべえ、爆弾は自爆される。手前のやつしか当たってねえ。どうすべきかしら。おとりを出す。ひどいよ。きつい役回りだぜ。さらや。リンガ。すごい威力だな。やべえ。なんだかんだ恵みを気にかける重郎であった。やべえ、死ぬ死ぬ。どうしよう、移動しよう。一旦逃げよう。うわ、やべえ、爆弾は俺、爆弾は危ねえんだよな、こいつ。一回イソピラプラズマ使うか。あかん、爆発する。こいつ誰だ。やばい、これ倒さないとやべえ。ナイス、ゲロビ強えな、ほんと。ガーディアンどんだけ設置してんねん。どうしたものか。うわ、飛んでるやつおる。そこだ。ヒットだ。必ず勝つのよ。絶対負けないわ。生き残る希望はあるはずよ。打ちのめ。ここは危険だな。どうすりゃいい。やべえ、ガードしてるやつおるな。あれ倒さねえと。遅い。よし、反応が消えた。絶対負けないわ。生き残りよく考えて。私を狙っていくしっかりしないと。これでどう？当たった。ゲロビ強え。ゲロビ明らかに強い。クソ強いな、ゲロビ。ネギミはお腹の位置にあるのか。
ってこい。気を緩める。移動します。この距離なりだ。ヒットだ。水は敵か。ここを狙ってやる。考えて。これでヨーナさん、俺たち勝ってるのか。勝てえな、飛んでるやつ。どうしようかな、マジ勝てえ。テラキャリア硬すぎ。勝ってえこいつ、やべえ。全然減ってねえ。リョコちゃんに殴らせるしかねえか。早く敵を倒さないと。やるわよ。希望はあるはずよ。すべき。絶対負けないわ。やるわよ。勝ったこいつ。いやめちゃめちゃ硬いんだけど。大丈夫、きっと大丈夫。レイ、どう？あ、あ、当たったか。俺たち、一瞬当たっていいかと思った。さらや。よし。私を狙っているな。ああ、また飛んじゃった。また飛んじゃった。全然食らってねえ、やべえ。マジ食らってねえな。あ、テラキャリア、テラキャリアがテラキャリアがめっちゃ移動してきた。これ殴らせっか。お、ワンパンやんけ。5800、最初から殴らせればよかった。バイクでも見つけて。バイク盗んだバイク。じゃなかったっけ。人聞きの悪い。借りるんだよ。非常事態だ。多めに見てくれ。私も乗せていって。篠宮先輩も降りてるのか。オッケー。一緒に行こう。篠宮先輩。後ろに乗せるのか。そうだけど。あれ？どうしたの？まさか。いや気持ち焼いた。いや今回だと結構苦戦したな。でも言うてどうだろう。計算通りの結果が導かれたまでだ。割と苦戦した気がする。今度は負けない。ウォーミングアップ今日ついたか。さあランクは、やった、3区だ。
なんか次がボス戦臭いんだよな。あー失敗した。あごめん、 4キッカーかこれ、これミスった。おい4キッカー見てなかった。これボス戦じゃねえのかな。すげえなんかボス戦臭いけど、あボス戦帰ったらね、ボス戦やね。ちょミッション失敗しちゃったな。どうしよう、もう一回やるか。飛んでるやついるからテナキャリーいるから、あいつをどうにか倒したいんだよな。やっぱユキちゃんか。分かった。重量も出るの。任せてくれ。四キーカか。任せて。よし、このメンツ行ってみよう。セントリーガンを設置しまくる。これ敵の出てくる場所って同じなのかな。どうなんだろう。セントリーガンをクソほどに設置しまくる。もうこれセントリーガンゲーなんでね。マジでこれセントリーガンゲーだから。希望はあるはずよ。どう動く。わぶさ、メガレールガン、メガレールガンとかこいつ。そうだ、ゆきちゃんはあっち側に貸したいな。ネギミどうしよう。まあ適当でいいか。いやレールがマジ強えな。バカクソ強え。やばい、もう処理落ちやべえ。処理落ちやべえ。プレフォーで処理落ちしてるような感覚になる。処理落ちやべえ、まして。もうセントリーガン祭りや。セントリーガン祭りや。マジこれセントリーガン祭りなんだけど。あテラキャリアいるな、あいつを倒そう。テラキャリア、いや勝てえなこいつ。でもやべえ、危ない危ない、自爆自爆攻撃してこようとしてるこいつ。危ない危ない。奴らどうする。ほらよ、決まったか。選ばれてるよ。まだセントリーガン置く。もうセントリーガン置くことしかしてねえこいつ。シールド張ってるやつおるな。こいつ倒さねえかな、早く。落ち着け。よし、メガレールガンでぶち殺す。やってやる。つえー、やべえ、これ最強だろ、メガレールガン。強すぎんだわ、えげつねえ。えげつないな、これマジで。強すぎ。半端ねえ、マジで。マジで半端ねえ。
あ、終わり？早っ。おい、さっきのさっきの2倍ぐらいの速さで終わった。やっぱ相手の弱点についた武装を持ったね組み合わせ、フォーメーションでいけば簡単に1回できるな。やったわね、笑った。セントリーガン設置しかしないのにMVP になった。セントリーガン設置しかしないぞ。頑張ろうになっちゃう。セントリーガン設置しかしないのに MVP になったんだけど。あ、まじ、あ、なんな、網口くん攻撃で食われなあかんのか。やべ、しくった、見てなかった。しくった。まあいいや、とりあえず今回はキーがいいのでここまでしようかなと思います。ちょっとね、あの録画外で、あのさっきのミッションをやっておきます。あとついでにこのウェーブ3が、あのウェーブ3だけ D ランクなんで、これもちょっと録画外でね、あのやっていこう、クリアしていこうかなと思います。とりあえず今回はコメントします。ご視聴ありがとうございました。